待ちしてましたよ、立花ちゃん。よろしくお願いします。しゃー、全日本プロレスブラックメンソーレです。今回は、全日本プロレスの夢叶えますプロジェクト2021にご応募いただいた立花さつきしゃーんをお迎えしたいと思います。しゃー、いらっしゃーい。しゃー、すごい。メンソーレお待ちしてましたよ、立花さん。よろしくお願いします。夢叶えますプロジェクト2021に応募いただきまして誠に感謝いたします。ありがとうございます。早速なんですけども、今回応募いただいた夢の内容を教えてもらってもいいですか。自分 の、 あの、はい、書いた文字がプロレスの中で使われたら嬉しいな、はい、そんな夢でもいいのかなと思って、はい、あのさせてもらいました。ちなみに自分の書いた文字というのは寄せ文字という、はい、寄せ文字を書いています、はい、寄せ、いわゆる演芸場で、はいはいはい、演芸場っていうのはあの落語とか講談とか、はいはい、その寄せで使われている文字で寄せ文字と言います。はい、普段はそういう演芸場のめくりっていうんですけれども、はいはい、あのところにお仕事をされてる方に初めて会ったんです。なんか興味が湧いてます。ちなみにお好きな選手は何ですか、そんな会って何ですかちょっとイザナギ選手書いていいですかね。と、メンソーレ選手、はい、イザナギさんのどんなところが好きなんですか。はい、あー、確かに変なこと言ってますもんね。モンプロレスで立花さんが書かれた寄せ文字を使ってもらいたいという夢を応募いただいたので、今回夢を叶えましょう。 ありがとうございます。今回書いていただくのは、2021年12月16日開催、後楽園ホール AJP プライムナイト2021の対戦カードを書いていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。数選手書いてもらったんですけれども、どうですか、実際書いてみて。難しい方ですけれども、はい、あのすごい嬉しい方です。こう選手ごとにニュアンスが変わったりとかするんですか。基本的にあの、はい、右肩上がりにあの、はい、勢いよく書くっていうのを、はい、まあ、お名前を書いているので、はい、その選手 の、 あの、はい、姿を、はい、覆い浮かべながら書きました。はい、12月16日の AJP プライムナイト2021の対戦カードを改めて書いていただくということで、当日楽しみにしております。夢叶えます。しゃー。
ブラックブラック2020賞になります。さあ本日はですね、会場の入り口の方で、皆様この対戦カードを、配られたと思うんですが、こちらなんですが、ちょっと珍しいものだと皆さん思うんです、思っていると思うんですが、こちらの方なんですけども、全日本プロレス夢叶えますプロジェクトというのがございまして、そちらにあります選手の皆さんの名前を書くことになると思わないですね。やっぱりこう好きなので書いてると嬉しいですよね。寄せ持ち商品であられる橘さつき様でございます。ぜひ寄せ持ちで書かれた対戦カードに本日の大会お楽しみください。もう見て来られた方とかに、あ、これだみたいな感じとか、すごいコメントをいただいたりとかして、時はすごい嬉しかったですね。なんかやっぱりちょっと不安だったので、喜んでいただけるといいなと思っていたので、手に取った時にそういう風にコメントいただけて、すごくほっとしたのと同時にすごい嬉しかったです。はい。今日は文字の教室で一緒の先輩方が来てくださいました。今日プロレス初めてっていう方もいらして良かったです。はい、私の夢叶いました。ありがとうございます。もう本当にまたとない機会いただきました。いい夢見させていただきました。はい、はい。Woo!